遠藤さん、驚きの 31%。 リバプール専門サイトエンパイアオブコップ派ソファスコアによると、今季のデュエル勝率がわずか 31% の遠藤を先発させるのは、かなりの決断となるだろうと報じている。だが、プレッシャーが大きいことで、彼が開花するかもしれない。果たして大事な一戦で遠藤にチャンスは回ってくるのか。試合の行方と合わせ、目が離せない。ブンデスとかバイエルン以外派勢と同じ。そもそも遅すぎてデュエルすらさせてもらえてない方がやばい。ブンデスでも突出してたけど、ジュード・ベリンガムがここまで活躍するとは予想できなかったよ。デュエル勝率 31% がさらされてるな。よくアーノルドが穴みたいに言われてるけど、遠藤の方がデュエル勝率低いからな。アーノルド 44%、遠藤 31%。長年やってきた広角剣向きのプレイスタイルを全否定されて、クロップスタイルのアンカーからビルドアップするプレイを求められておかしくなった。30代の遠藤に4年契約してるし、スカッドプレイヤーとして扱われるだろう。